皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレームアームズ間がつき宝典リビルドエディション2になります。私のチャンネルでは珍しく、ことぶき屋さんのキットで美少女ではない普通のフレームアームズのキットのご紹介なんですが、無論このキットを買った一番のきっかけというのが、フレームアームズガールの方のこちら間がつきですね。このキット見た時に初めて間がつきという存在を知ったんですけれども、それまでのフレームアームズ、フレームアームズガールもそうなんですけども、それに比べますとこの流線的な本当に鎧武者っぽさがかっこよくって、ただ厳密に言いますと、このフレームアームズガールは間がつきの妹分なので、で今回間がつき宝典ですので、言うなればこのキットからすると義理のお兄さんということになるかもしれないんですけれども、フレガ間がつきを購入した時に元となった兄貴分も欲しいなと思ってはいたんですけども、これもフレガというか、ことぶき屋さんキットあるあるなのかもしれませんが、妹分のキットが発売になると兄貴分が高騰するという、そんな傾向が当時ありまして、本来の間がつきが結構高かったんですけども、ちょうど時期同じぐらいの時に宝典の新規予約が始まりましたので、早速そちらの方で予約して購入してしまいました。では早速パッケージの方ですけども、正面がこんな感じになっておりまして、私のチャンネルでは別にフレームアームズを紹介したことがこれまでないわけではなくって、過去にはバーゼラルドとかウィルバーナインとかちょこちょこご紹介してきたんですけども、私が知ってるレベルってことになりますけども、そういったフレームアームズと比べますと、この間がつきっていうのは他のフレームアームズがどちらかというと機能性を重視したデザインなのに対して、この間がつきは本当デザイン性を重視された、そんな衣装が施されているので、ものすごくかっこいいんですよね。で、側面の方とかなんですけども、相変わらずこれも箱でかいんですけれども、こんな感じになっておりまして、塗装済み完成品の写真、アウトラインということで、間がつきの強化型フレームアームズ。ほんと、鎧武者感がかっこいいですよね。赤色もいいんじゃないでしょうか。で、強点という武器は方針の変形によって方針が変形し、異なる射撃形態を取ることが可能という、このごっつい、このブレードみたいなのですね。で、こちらの方に、天海殺が、この名前については妹分の方で知りました。さらにオプションということで、肩と脚部に新規デザインの増加ニットを装備と書かれております。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、で反対側がこちらで、ここに書かれてます通り、このアンペインテッドサンプルということで、これが無塗装品の完成品の状態なんですよね。ちょっと裏側にいてしまって行ったり来たりが難しいんですけれども、これパッと見た感じ、胸部周りの金色の差し色がないっていうのと、あとはうまいこと装備品とかで隠してますけれども、走行パーツの銀色の差し色が若干ないような気がしますので、さすがに塗装済み完成品のレベルまで私の方で塗装するのは難しいんですけれども、ガンダムマーカー的なもので塗れる範囲については塗っておきたいなと思っております。で、あとは注意書きとかですね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。箱がむちゃくちゃでかいので、ランナーパーツ数も相当ありますので、ささっとご紹介していきたいと思います。フレームアームズ自体非常に久しぶりなのでかなり楽しみです。で、まず一袋目がこちらと言いますか、私が過去に作ったことがあるフレームアームズが全部そうだったっていうだけなんですけれども、今回アーキテクト部分が未完成、全く組んでない状態で入ってますので、私にしてみるとアーキテクトを初めて作ることになるので、それも結構楽しみだったりするんですよね。これはどこだろう、結構でかいブレードっぽい、これはこのパッケージのこの弓の部分ですかね、ようなパーツがあります。同じものですね。あとはグリーンのクリアパーツ、めっちゃ綺麗です。で、こちらもなんかいい色で光沢のあるパーツですよね。何色って言うんでしょうか、ちょっと軽く紫色かかってますね。あとこんな感じになってまして、で、もう一個これクリアパーツですね。あ、これ弓の部分でしょうか、ブルーのクリアパーツで、これが、あ、この色ですね。これなんて言ったら本当綺麗な淡い紫色が入ってるんですよね。シルバーともちょっと違う、かなり綺麗なブレードの色をしております。で、これが外側の外装部分でしょうか。この辺の形状は私妹分で知ったので、あ、こういう形だなって見ていてなんとなく懐かしいというか妹分を思い出します。で、こちらも同じような成形色なので、外装パーツどこでしょうか。ここに鞘の部分があります。で、これは成形色ゴールド風のものですね。こういったところも含めて差し色的なものはなんとか綺麗な金とか銀で塗れればなと思っております。おっとっとっと。で、最後こちらがポリキャップ類ですね。パーツ類は以上、ざっと流したご紹介でしたけども結構な分量になりました。そして最後作り方の説明書ですけども、こちらフレームアームズ間がつき宝典リビルドエディション2、これがイラストですね。めちゃめちゃかっこいいですよね。で、中の方に入る前に1枚ペラで入っておりまして、まずこちらで
フレームアーキテクトの組み立てということで、私がこれまで作ったことがあるフレームアームが全部これ組み上がった状態で入ってたんですけども、あ、こういうふうに作るんだなと、これもちょっといい経験になりそうです。でメインとなります説明書の方ですけども、中の方に参りまして、まず注意書きがあって、パーツリスト、若干使わないパーツがあるっぽいんですが、結構な分量やっぱりありますよね。で次のページの方から作成が始まりまして、まずここですね、アーキテクトについては前もって作っておいてくださいっていう風で、でこのアーキテクト部分を骨格のようにして、外側から外装パーツをどんどんくっつけていくって感じですね。私自身フレームアーム自体作るのが結構久しぶりなので、そういった点だけでも楽しみなんですよね。まして今回妹分の間が付き、まあ、若干違うとはいえありますので、完成した暁には横に兄弟といいますか、義理の兄弟的な感じで並べてみたいななんて思っております。でどん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 パーツをつけていって、ここでハンドパーツを組み立てて、でここでこれ機体って思うんですかね、機体の完成、こんな字使うんですね。基本の機に体っていう字で、で間が付き方点増加走行1の組み立て、走行パーツだけ別に作っていくんですね。でど真ん中のところにこのカラーページで間が付きの解説とか、でこちらにいろんな武器とか装備品とかの説明があります。うん、普通にかっこいい。で次にまた再開しまして、どん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 走行パーツを作っていきます。これはスネル部分ですね。で頭のこのブレードアンテナというか、ここの兜飾りのようなところをつけていって、でこの肩のパーツをつけて、次に今度は脚部の増加走行、あとは増加ブースターとか、こんなのもあるんですね。で次のところで武器類ですね、刀とか大鳥って名前なんですね、を作っていって、ここにハイブニットの組み立て。で次のページでは大鳥、右手用選択時とか左手用選択時、右左手選択するようです。でハイブユニット右側が完成して、この左側が完成で、最後にそれを背中に装着させて間が付き方点の完成。次のページで強点、なんか主武装って感じですね、あれを作成、弓になるやつですね。であとは武器の持たせ方とか、ここで強点の発射形態の変形方法とか書かれております。で最後のページがカラーガイドですね。まあシールが付いてないのでカラーガイドのみなんですけれども、まあさすがにここまで綺麗に塗ることは私には難しいので、せめてこういった差し色の銀とか、まあ、金のところをメッキ調で塗れたらなーってところですね。まあ、こういった目立つ差し色は全て塗っておきたいと思います。あとこの投資の部分とかですね、こんな感じで下にカラーガイドも出ております。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットのご紹介していくんですけれども、間が付きにつきましては今回最初からフル装備の状態ではなくって、説明書のところにありました機体ってやつですね、フレガとかでいう、まあ、素体に相当する状態だと思うんですけれども、その状態に今してあります。でこの状態からまずは付属品や武装類の方を先にご紹介してまいります。まずは付属品としましてハンドパーツ、今本体についてますのがグッと握った何も持たない握り手で、こちらが真ん中に穴の開いた武器持ち手、左右一対、次にこちらが
人差し指が伸びた武器持ち手ですね。今回また後でご紹介しますけども、武器であるこの経典とか大鳥ともに銃とか弓っぽい状態にはなるんですけれども、トリガーっぽい形状がないので、こういったように人差し指が伸びた武器持ち手を持たすことによって、いかにもトリガーに指をかけている、そんな感じに使える、そういったハンドパーツだと思います。まあ、普通にこれ人差し指手と使ってもいいかもしれないですね。こちらが左右一対。で、最後こちらが開き手ですね。特に何か持たすわけではなくって、ポージングの時にいい感じで表情が透けれると思います。ちなみにハンドパーツなんですけども、この部分軸になってまして、可動についてはこの手首側に組み込まれてて、この状態でこんな感じに左右というか上下に角度変えることができます。手首の可動についてはこの可動ですね。で、この開き手につきましても左右一対付属します。次に武装類ですけども、ちょっとマウントしてしまうとご紹介しにくいので、先に刀の方からご紹介してまいりますが、ちなみに今この状態っていうのが向かって右側の背中にマウントする状態になってます。この外側に大きな刀が来て、内側に小さい刀が来ます。大きな刀につきましてはもう一本ついてまして、ただ今からご紹介するのは背中に大鳥を装備させた状態になりますので、結果としてこの刀が1個余るんですね。まあ、両方とも大きな刀にして妹分の間がつき、あんな感じにしてもいいと思います。この刀なんですけども、大きい刀についてはこの土台のところにマウントしてある状態、この状態から外して、こんな感じと非常に大きな刀となっています。刀身だけ銀色で塗装しました。かなり迫力ありますよね。機体状態ですけども、間がつきと並べますとほぼほぼ身長ぐらいの長さがあります。で、ここの部分にこんな感じでまた差し込んでマウントしておきます。で、この小さい刀につきましては、ここ鞘になってまして、ここから抜刀できるようになっております。小さい刀につきましては、大鳥を装備した状態でも両方とも肩につくことになります。で、今ご紹介しました大鳥銃の方ですね、がこちらになります。成形色に対しまして、金のところだけ色を入れさせていただきました。この形状も武骨でいい感じですよね。なんとなくですけども、間がつき自体が鎧武者っぽい印象もあるので、どことなく火縄銃、そんな感じがしております。で、ここの部分、これは照準器なのか何なのかよくわかんないんですけども、これだけこんな風に稼働させることができます。左側、右側、どちらにマウントするかによって、これにつきましても左右それぞれ反対側につけることもできます。で、これにつきましては、ここの部分ですね。この部分が外すことができるようになっておりまして、ここの中にスリットがあります。ここに先ほどご紹介しましたこの刀の、まあ、この短い方というか小さい方なんですけども、この刀身部分を外してここに差し込むことで、こんな銃剣のような形状させることもできます。で、これについてまた元に戻しておきます。で、この大鳥なんですけども、ここがグリップで手に持たすことができるんですけども、ここちょっとトリガーっぽい形状が、まあ、ないとは言えないんですけども、あまりはっきりしたトリガーではないので、持たすときに人差しの伸びた持ち手を持たすといい感じになるんじゃないでしょうか。で、これにつきまして背中にマウントするんですけども、先ほど大きな刀がついてなかった方、この中に土台のパーツがあります。これも左右それぞれ形状が違って1個ずつあるんですけども、ここの部分にこの大鳥のこの穴ですね、ここの部分を合わせてギュッとこんな感じで背中に剣とともにマウントさせることができるようになっております。で、続きまして、これが一番の大物の武器、経典ですね。先ほど回転台の方では弓の状態でご覧いただきましたけども、こんな感じでここにハンドパーツつけて、こういった、なんていうんですかね、巨大なハンド、ナイフじゃないですけど、巨大なブレードとして持たすこともできます。で、これにつきましては変形させることによって、この部分ですね、上下にまずここにストッパーのピンがありますので、外しておいて、上側に展開。で、ここにも内側に穴がありますので、先端のピンをここに差し込んで、反対側も同じように起こして、先端を差し込んで、こんな感じで、弓の状態にすることもできます。まあ、本来、ここの部分赤色だったんですけども、塗装を省きました。そこの部分塗ってなくても、このクリアパーツのグリーンとか、ところどころ差し色の赤が入ってて、前から見てもかなり迫力もあって、かっこいい武器じゃないでしょうか。全然無塗装でもいいと思うんですよね。で、またこれも元の形状に戻しておいて、こんな感じですね。では、本体の方ですけども、まずこの機体の状態のままでご紹介していきたいと思います。間がつきの機体がこちらですね。大きさ的にもなかなかボリュームがあっていいんじゃないでしょうか。で、今回のキットなんですけども、銀色と金色のところは全て塗装しました。まあ、もともと銀色を模した成形色ではあったんですけれども、金もしっかりなんですけども、やはりこういったところは多少なりともキラッとさせたかったので、下手くそですけども、この金のとことか、こういった銀のところは全てガンダムマーカーとかで塗ってみました。あとは、すねとか太もものこのクリアパーツのところですね。結構キラッとしてて綺麗になってますけども、これについても単純にパーツはめただけではなくって、まあ、ここの場合で言いますと、このクリアパーツをはめる土台側っていうのはこの赤色のパーツだったんですけども、赤色のパーツ側の表面を銀で塗っております。なので、ここのパーツも結構キラッと綺麗に光っていて、個人的にいいなと思っております。で、ここの状態からいろんな武装パーツをつけていって、間がつき方程になるわけなんですけども、取り付けてしまうと結構可動をご紹介するのが大変なので、このままの状態でちょこちょこと可動も含めてご紹介していきたいと思います。まずは、頭部、こんな感じですね。まあ、全然ここに羽飾りとかないので、つるんとしてますけども、
個人的にこのデザイン見た時にプラレス三四郎思い出しました。で、頭部につきましたボールジョイント接続、前後とか左右にぐるぐる動かすことができます。で、肩についてはまあ、こういったキット、フレームアウトで作られた方はお分かりだと思うんですけども、肩についてはちょっと変わったボールジョイント接続なんですよね。肩パーツがこの本体側に上からボールジョイントで刺さっています。ですので、ここの部分の土台が上下に可動もしますし、前後にこんな風に肩をスイングさせることもできます。肩そのものはここは軸接続でぐるぐる回って、腕についても横方向、水平ぐらいまで上げることができます。ただ、武装させたらこうはいかないですよね、なかなか。で、ここの部分にロールがあって、肘についた二重関節。とはいえ、まあ、曲がってこのぐらいですかね。まあ、十分な可動だと思います。武装がついたらこんな風には動かないですけどね。で、手首つきました。先ほどご紹介したみたいに、手首本体に前後のスイングがあります。で、軸接続なのでぐるぐる回りますし、手首の角度もこんな感じで変えることができます。続きまして、胴体につきましては、この胸のすぐ下とこのウエストのところ2箇所に可動があります。これを使って、前とか、後ろ結構大きく動かすことができます。で、股関節につきましては、基本的にこの軸接続で、太もも側の方に左右に展開する可動があります。まあ、この状態であれば干渉するものがほぼないので、前とか、後ろとか大きく動きますし、横方向にも結構展開させることができます。でもちょっとクリアパーツの上のところにロールがあって、ここで向き変えることができて、膝についた二重関節。グイッと。結構このプロポーションというかデザインの割にはよく動きますよね。で、足首につきましては、前後の可動軸につま先の部分のパーツがボールジョイントで接続されている構造になります。ここの状態から後ろとか前で左右に角度も変えることもできます。で、つま先パーツが独立してますので、かかととは別に角度を多少変えることができます。こういったキットというか、まあ、今回マガツキを作って初めて知ったんですけども、この装備してない状態を機体という名称で呼ぶっていう、そういったモードというか、そういった状態があるっていうのは初めての発見でしたね。他のキットでもそういうことあるんでしょうか。まあ、私もそのたくさん作ったわけじゃないのであれなんですけども、あとフレームアーキテクトも今回初めて一から作りましたので、結構作ってて楽しいキットでしたね。このままの状態で飾っといても普通になんかかっこいい、そんな気がしております。ではこの状態でいよいよ装備をくっつけて曲がつき方程にしていくわけなんですけども、まあ、つけるというか装備するといっても、それぞれ指定されたピン穴のところに各パーツを差し込むだけなので、手順のところは全て割愛させていただきますけども、装備させる前にそれぞれどこのパーツなのかっていうのと、若干可動があるものについてそこだけ先にご紹介します。まあ、この部分が全部走行パーツなんですけども、上の方、これがまあ頭部飾りですね。これは後頭部につくパーツで、これが両肩につくもの。両肩につくでっかいこのバインダーというか縦の部分につきまして、これも同じ、ここにつきましても下地のパーツを銀で塗って、その上からクリアパーツを埋めてます。で、これにつきましてはこの下側の部分ですね、ここ内側にこんな風に可動するようになっております。これは妹分にもちゃんと反映されてた可動ですね。あとはこの真ん中にあります4枚のパーツ、これはジンバ織りってとこでしょうか。真ん中の小さいのが前側、大きいのが後ろ側なんですけども、前側につきましてはこの下側の部分がこういうのですね、この風なびいたような感じで、たなびくような感じで角度変えることができるようになっております。接続はボールジョイントです。で、あとはこれが前腕部分につくもの、これが腰の両側につく、まあサイドスカートってとこでしょうか。で、これがすねの前側につくもの、ふくらはぎ側につくもので、これがすねの側面につくブースターユニットになります。で、背中側にこの刀のものと大鳥がついているものを装着させることによって、マガツキ方程が完成します。で、手順なんですけども、がっつり割愛しようかと思ったんですけども、そんなに難しいことではないので、下の方から順に片側ずつになりますけども、ささっとやってご紹介していきたいと思います。まずは脚部の方からですね、このごついパーツ、ここのピン穴のところに後ろのピンで差し込んで、もうこれがまあ結構象徴的というか、割と目につくところですね、このパーツがつきます。で、後ろ側にこのふくらはぎのパーツ、これをつけます。で、側面のピンのところにこのブースターにとですね、このブースターパーツをくっつけます。これだけでもだいぶ左右ボリュームが違ってきますよね。で、太もものこの部分にこのサイドスカートパーツで、次にこのパーツを腕の側面に、こういったところのパーツもちゃんと妹の方でも同じようなパーツで再現されてましたね。で、このジンバ織部分ですけども、前側にこちらの部分ボールジョイントで接続で、同じように後ろにも穴がありますので、ここにジンバルの後ろ側のパーツ、これもボールジョイントですね、ここに差し込んでこんな感じにしておきます。で、肩の部分にこの巨大な肩アーマーを取り付けます。まあ、こうやって肩側だけ全部、まあ、背中のバックパックというか武装量あれですけども、つけるとこんな感じでだいぶ左右でボリュームが違いますよね。で、同じように向かって左側、右側も同じように装着させますと、こんな感じでかなりのボリュームアップになりましたね。で、今度は頭部の、まず後ろの方ですね、ここに穴が開いてますので、ここにちょうどこの後ろ部分は伸びたような感じのパーツなんですけども、これ差し込んで、で、今度前にですね、いよいよこの最後の頭部飾り、
これをこの真ん中のところにピンで接続しておきます。で、あとは最後に背中にこの武装類ですね、これがまあ向かって右側の背中ですね、ここの部分のピンでここのピン穴のところに差し込んでおきます。ここがですね、場所が結構タイトではめづらいので地味に刺すの大変だったりするんですけども、こんな感じでマウントして、反対側にこちら小さい刀と大鳥をマウントしたものですね、これをここに装着させて、あとはポーズを整えてあげればこんな感じになります。いやー、もうこの鎧武者感、重装感すごいですよね。赤色ベースの機体にところどころ差し入れの銀があるんですけども、ジンバウルのこの金っていうのもいい感じのアクセントになってるんじゃないでしょうか。やられまして、こんな感じでちょっと持ち上げるとちょっとガチャガチャして怖いんですけれども、こんな感じで先ほどと比べてかなりボリュームは増しましたので、かなり飾り映えがするんじゃないでしょうか。ちなみに可動につきましては、関節の部分を塞ぐような状態でパーツが付いてないので、基本的に動く範囲は先ほどと同じと思っていいと思います。まあ、そうは言いましても肩とか結構パーツが増えましたので、ダイナミックなポージングの時には干渉注意って感じですね。で、横から見てもこの厚みも増しました。なんといっても背中についたこの武器ですね、大きな刀と真ん中に小さい刀が2本で、ここに大鳥の銃がついております。この銃の部分を大きい刀に変えると妹と同じような感じで飾ることができますね。真後ろから見ても背中の重武装感、あとはジンバオリの後ろ側に下がってる部分がこれになるんですけども、根元かボール状態で角度変えれますので、こう外側にこんな感じに展開しておけば翼っぽく飾ることもできますよね。まあ元に戻しておきますけれども、こんな感じで改めましてぐるっと一周こんな感じなんですけども、キット作っててふと思ったんですけども、赤系の鎧武者系のキットなので、これもしかしたらナイツ&マジックのイカルガかなんかと並べるとすごく見栄えが良さそうな気がするんですよね。ではせっかくなんで、この横に妹君であるフレームアームズガールのマガツキを並べてみますと、こんな感じですね。マガツキ作った時はそう思わなかったんですけど、改めてこうやって見てみると結構色味の違いって大きいんですね。まあくまでもフレガの方はマガツキの妹分であって、マガツキ法典ではないので、その辺の違いもあるかもしれませんけども、ベースとなるデザインは基本的なものが一緒なので、こうやって並べて眺めてみても細かい衣装がちゃんと妹に引き継がれてるなぁなんてのがよくわかります。これが共に名前としてはマガツキですからね、すごいですよね、ことぶき屋さんって。フレームアームズマガツキ法典リビルドエディション2はこんな感じでした。というわけで今回はフレームアームズマガツキ法典リビルドエディション2ご紹介させていただきました。個人的には今回のキット、フレームアーキテクトも作るっていうような手順があったんですけれども、これが初めての経験だったので、あ、フレームアーキテクトってこういう構造なんだっていうのは分かることができたので、結構それも楽しかったですね。あとは何回も言ってますけども、この鎧武者感、この重厚さ、たまらなくかっこいいですよね。ほぼほぼ成型色にプラスガンダムマーカーとかで銀と金のところを塗っただけっていう出来上がりなので、本当はここで艶消しか、もしくは半光沢ぐらいのトップコートを置けばもっといいとは思うんですけれども、個人的にはこのカラーリングでも十分満足できる、そんなキットでした。先ほど妹分のマガツキと並べてみましたけども、このデザインであれば似たような鎧武者ベースとしたキットとか並べておくと非常に映える、そんな気がしております。フレームアームズがお好きな方、重厚な鎧武者デザインをかっこいいと思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。